やべえピー、何してんの？編集してた。俺の今スマホを触ってたよな。なんでそこに俺のスマホがあるんですか？え、これ私のだよ。え、ちょ、今赤いの隠したね。私のだよ。何をしてたんですか？え、人のスマホを見て。何もしてないよ。何もやましいことなんてないけど、僕にも。なんか持ってただけ。え、持ってただけ。何もしてないよ。いや、見てたよ。いや、見てないよ。何を見てたの？見てない。何を見てたの？見てない。 LINE とか見てたん？見てない。おい見てないよ、本当に見てないよ。え、知りたい？うん、別に私も変なことしてないよ、そんな。何やね、何これ、いつ撮ったのこんなん。気持ち悪い。気持ち悪いってちゃんとあの何ちゃんとちょっとずつこう動くようにパラパラ漫画みたいな感じでちょっとずつあの向きを変えたりしてる。なんなんこれ。これ自分で見てた？楽しいなーって、うん、人の写真ジャックして、うん、キモ。人の勝手に見て。見てないよ、私の顔を見てただけだもん。それもキモいな。え、やったことあるだろ。でも何を？誰かのスマホをジャックしてなんか待ち受け変えたりとかしたことあるだろ、どうせ。まああるな、1回ぐらいは。なんか流行らんかった、なんか学生の時とかさ、コンピュータールームにさ、こう置いたまんまいなくなってる人のデスクトップ勝手に変えたりとか。それはないけども、スマホはあった。まあまあ、そういうことだ。油断しちゃいけないよ。え、でも待ち受けはその全然変わってないやろ。ちょっと変える方が分からなかった。変える方が分からなかった。留学生で変える方が分からない。変える方は分からないね。私あの iPhone 使ってないから変える方分からない。変える方、あ、なんかちょっと変なの出てきちゃって、分からないかとした。はい、では MP 死刑です。死ってあれか、死ポエム系。私ポエムっぽい、うん、もう1分に1回は死を読まなあかん。あー大変だな。でもそれ今後一生めっちゃ無理じゃん。寝れないじゃんもう。だから K なのよ。やだ、そんなのちょっと限界。はい、もう1分経った。はい、死読んで。ハスキー臭い。おい、なんその普通の感想みたいな悪口。死、これ死だよ。指摘レトリック、うん、レトリック。レトリックって指摘言ったの？ポエティックじゃないって、うん、あ、だってだって習字法みたいな。ああ、なるほどね。直油とか暗油とか好きだったぞ、うん、ハスキーはカラスだ。つまり、うまくこう今の、うん、陰油、暗油、陰油な、陰油、うん、暗油っていうのもなかった？ない。まあ、つまり今のは、まあ、ハスキーはすごいいつもゴミを漁ってるってことだよね。ああ、じゃあヨメピーは、うん、じゃあ俺の番ね。あ、別にあなたには死刑与えてないですけど。ヨメピーは、うん、バカだ。やったー。あ、それはありえないことをなんか言ったやつかな。え、でも直言やったら、うん、なんだ、何々のようにっていうのが直言。まるで。はい、時間切れ。これで1分間に2つ詩を読まなければなくなりました。そういうふうに宿題どんどん溜まっていく。そうそう、どんどん溜まっていくシステム。じゃあ読みピーね。だからなんで、でも実際になんかそういうのがあったな。スマホでも、スマホ見られるのどう、読みピー的には。いやー、なんか恥ずかしい。その別にやましいとかじゃなくて。でもやってるやん。いやいや、これはだからあのスマホのね、カメラロールジャックっていう目的がちゃんとありますから、うん、LINE とかはなんかその誰とやり取りしてるから恥ずかしいとかじゃなくて、その誰か別の人に向けた文体を見られるのが恥ずかしい。うん、なるほどね。なんか、あ、こういう風に友達にはふざけてるんだみたいに知られるの恥ずかしい。なるほどなるほど、うん、俺は全然やましくないけど、普通のなんか調べ物とかしてるのを画面を見られるのが恥ずかしい、うん。あ、でもそれもちょっ
とわかる。全然やましくない。なんか例えば何やろうな、ニュースとか読んでるとか。いやどうせやましいやろ。やましくない。どうせやましいやろ。やましくない。だからそういうのでも。あ、そういうのに興味を持ってるんだみたいな、そういうのを見て読んでるんだ今みたいな、なんか見られるって分かってたらそれ専用のちょっと何やってんの本棚とかもさ、なんか友達遊びに来るって分かってたら、うん、なんか見られてもいいような本たちをこう集めておく。なんかそれは別にどうでもいいけど、恥ずかしくない。本棚は全然どうでもいい。本当本、あ、こういう本読んでるんだっていうの知られるの恥ずかしいかも。いや、それはいいかな。いや、なんか恥ずかしくないやつだけは集めておきたい。めっちゃ難しそうな本ばっか読んでえ、じゃあ別に LINE とか見られても恥ずかしくないってこと？うん。え、見てもいいってこと？でもヤマピーのも見るべ。いや、なんかそれはダメだよ。あ、じゃあそうしたらいいじゃん。ハスキーは私に LINE を見せてくれる、私は検索履歴を見せてあげる、うん、それだったらお互い、うん、え？え？あれだって検索履歴とか見られる方が恥ずかしいんでしょ。うん、LINE を見せたい。見せたい、見せたいんだ。あ、見てあげるよ。LINE を見たい。あ、え？じゃあ LINE 見せて。嫌だ。なんで？それはダメだよ。やましいのか？いっぱい男の子と LINE してるから。え、俺もだよ。あ、お前も男の子としてんの別にいいよ。俺もだよ。俺も。ハスキーの恥ずかしい秘密を読み上げていきたいと思います。恥ずかしい秘密もないしな、俺。検索履歴見ないで。検索履歴は、あ、見えない。使い方はわからない、やっぱり。これどこで検索履歴？アンドロイド勢が。これどこで検索履歴見るの？はい、貸して。うーん、じゃあ次、ヤマピー。はい、見して。え、なんで？検索履歴。嫌だよ。じゃあ差し支えない範囲で言って。何？何しようとしたの？生きるためのがん保険。あ、米国株の選び方。メンズクリア。ああ、でも差し支えなさすぎだな。もうちょっと差し支えあるやつ。大画面のある暮らし。あ、ちょっと俗っぽくなってきた。いいね。もうちょっと差し支えあるやつ言って。ビッグカメラ駐車場。あ、いいね。まあでもあんまり面白くないな。もっとトレハロース、なんだっけそれ、あのあれか、天然糖質、砂糖みたいなやつか。そうそうそう、終わり。つまらない、差し支えないの選びすぎだよ。どうせもっとあんなことやこんなこと調べてるんだぞお前は。タブの数が多すぎてなんか60個ぐらいタブ開いてんだけど。え、同時に俺190やで。あ、くそ、負けた。タブなんか面白いのあるかな。漫画じゃない。まあそう、漫画のタブが多い。大至急、食べ過ぎで吐き気が止まらず気持ち悪いの知恵袋。これ食べ過ぎた時に調べたわ。知恵袋。一番昔のやつは何の？一番昔？漫画。真ん中ら辺は？アジアで最もハンサムな男性俳優。あ、知らない。アジア。アジア限定。何調べてるの？まあまあそういう。おばちゃんみたいな。ちょっとおばちゃんっぽかったな今の。ちょっとおばちゃんっぽいなこれは。うん、検索履歴とかもあれはね、なんか出てた記事、うん、そういうのを読んでたということや。というわけでエメピーはアジアのおばちゃんでした。まあ間違ってはいない。まあまあまだお姉さんでいけるんじゃないか、うん、アジアのお姉さん。